精神上と書いてありますけども、これは、まあ、一般社会ということで、普通ならばこれだけが人間社会なんですが、時としてこの社会では叶うことのできない特別な生きがいを持って暮らしたいという人たちが出てきます。でもこの人たちは特別な生き方をするわけですから、一般社会の中で仕事をして暮らすことができません。ということは生きていく道がありませんので、一般社会からお布施によって養ってもらわなければいけない。でもそれじゃあ代わりに何を差し上げるのかというと、これは自分たちが修行している立派な姿です。でなぜ立派な姿がお布施の代わりに与えることができるのかというと、立派な姿で修行している人たちにお布施をすると、それはすごいリターンがあると考えます。出家修行者と、はい、在家信者は上下ってことじゃないわけです。全く違います。この間の人間の関係の変異ですね、こっからここ、こっからここという移り変わりは全く自由だということです。何回変わっても構いません。これなんか私たちの世界とちょっと違うような感じがしますけど、いやいや、もう私たちの世界にいっぱいあります。これ例えばこれ科学者でもいいです。宇宙物理学者、つまり社会の一般のその経済世界の中に入っていない人たちが、例えばビッグバンの研究をするなんていう全く世俗を離れたことがある人、その人たちは食べていけないんです。その研究しなければいけないから、研究っていうのは仕事があるんです。自分が好きな生きがいですから。あ、そうかそうか。お布施をもらう、これは研究費であり、大学教授の給料であり、補助金であり、そういうものがみんなここから入ってくる。だからこれはお布施ですね。でその代わり何が必要かというと、私は絶対に正しい研究を嘘偽りなくやっておりますという姿が必要です。研究者は逆に言うと採算のこととかは考えちゃいけなくて、で我々はその彼らがこれをどう使うか信用しなきゃいけないようなところがちょっとあるじゃないですか。でもちょっと世の中最近ちょっと違くなってきてます。そこがね、ちょっと研究者も儲けなきゃダメみたいなところもあるじゃないですか。研究費取ってくるのが研究の目的だみたいになってしまって、これは本末転倒。お布施をもらうために信用してますというのと同じことなんです。なるほど、なるほど。この構造をしっかり理解すると、我々は本来の姿を知ることができるんです、はい。でそれは宗教だけじゃなくて、この世にあるありとあらゆるそういった生きがいを追求する社会の正しいあり方がこの構図で理解できる。これは理想であって現実ではありませんが、はいはい、物差しなんです。ここからできるだけずれないようにしていくということが大事。逆にここから自分の生きがいを徹底的に追求したいと思う人たちが一生をかけた、その中から新しいイノベーションが起こってくるわけですから、これが文化の発生源。どっちかだけでも成り立たないですよね。このサイクルが、はい、今一番これの代表的なあの形の人たちはニートです。ニートと呼ばれる人たちは、はい、まあ、言ってみれば一般の社会の中で普通の仕事をせずに、うん、まあ、自分の好きな世界に入り込んで、うん、そして、まあ、あの一般の人から何の役にも立たないというようなレッテルを貼られている人たち、うんうん、しかし実際はニートという人たちの中にはですよ、全部とは言いませんが、中には自分の生きがいをしっかりと思って、そのことだけを追求しているので、外から見るとまるで社会に何もしてないように見える人がいる。でも本当に社会を動かしていくのはこの階級の人たち。そうでないとね、今までの文化と全く違うものを生み出せる人たちは、今までの文化の価値観の外にいる人しか生み出せません。これちょっとまた話が飛ぶかもしれないけど、はい、コミュニケーション能力が大切だって、それは大切なんですよ。もうそこがすごくメインな世の中になっちゃったから。でも、ね、昔はね、もうペラペラ喋る職人なんて信用できない。で、あいつはすげえ職人だよって言われてる職人は、何にも俺たち在家の人間と話す必要もない。でもそこを全部オールマイティの人を求めようとして、はいはい、すごくこう、腕はいいし、コミュニケーション能力だけがないっていう人たちを認めないっていう、特にそう言いますね。コミュニケーション能力はまるで人間のその必須の要件のように言いますけど、コミュニケーション能力が全くなくったって、その中ですごいことができる人、これでもいいですね。あとはバランスですね。その中で暴走することもなくはないので、うん、そうでも、もともと理想社会としてこういうものはのシステムの形がありますよっていうことは、ブッダが残してくれてるっていう、それが大切なブッダの唯一の唯一。先生、ありがとうございました。また次回、最終回になりますが、よろしくお願いします。